はい、皆さんこんにちは、タワラ飯チャンネルのタワラです。今日はこのソーセージ、これのコウ君ってやつがあります。それを使って何か作ってほしいということがあったんで、まあ、ちょっとやってみようかなと思います。最後までよろしくお願いします。はい、最初にちょっとニンニクでたっぷりほうれん草、これね、ちょっと炒めていきます。基本的にはこれ塩コショウ味でまとめてます。ちょっとだけとろみ、はい、これをまず次、これ卵ね、12個うま卵焼きで、ただのうま卵焼きです。ちょっと今日ねコウ君入るんでちょっとだけ洋風な感じになるんで、バターのうま卵焼き一緒につけていきたいと思います。今日はうま卵焼き、ごま油で炒めるんですけど、今日はね、バターの香りつけたいんで、普通の、まずは普通の油で最初炒めます。で、ちょっと炒めた頃にこのバター、もうね、これバター溶かしてあります。これを周りから、で、2度に分けてもう一回、はい、これ持ってきますね。今度この主役のコウ君、これをちょっと焼いていきます、炒めていきます。
と火通したいんで、ここでちょっと中華スープちょっと入れますね。で、蓋します。それで蒸し焼き。で、これ一回ちょっとだけこのスープ切って、もう一回ちょっと香ばしさ残すために油で炒めましょう。はい、俵蒸しらしく天の中に水を入れて、これ特製のうちのウスタケのソース、これを焼いていきます。はい、このさらにとどめチーズ、これをちょっと溶かしてトロトロチーズかけていきます。
最後にちょっとチリソースをちょっとだけ上から垂らして、俵飯らしく作らせてもらいました。でこれのねちょっとミニバージョンっていうのも、メニューに入れていけたらなと思ってますんで、ぜひぜひ、また SNS 載せますんでチェックよろしくお願いします。高評価と、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。